はい、こんにちは。今回は相馬やっていきます。ニューゲームからやっていきましょう。ゲームモード、ノーマル、セーフ。怪物どもは身の毛もよだつ存在だが命までは取らない。セーフモードでやっていきましょう。新しくゲームを始めると、これはテストプレイのセーブデータを上書きしますってやつですね。はい。Simon, I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. ちょっと待ってくださいね。はい。Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you alright? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great.I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. なんだ。変な夢を見たな。動き回るには L スティック。Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something.ちょっと音が大きいですかね。End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Where did I put the tracer fluid? これさえき。これは？あ、ジャンプした。アルバート、アイザックソン、マッピングマインズ、脳をマッピングする、アイザックソン、アルバート・アイザックソン。ちょっと待って。ああ、これで回るんだ。本書は、人間の脳の解剖とその機能と意識に対する我々の解釈を記した最も包括的で理解しやすいテキストの一つとして広く称賛されている。脳は体にどのように依存しているのか、なぜ脳は単なるコンピューターではないのかなど、他にも多くの目が回るような興味深い事実を解明しよう。脳の発達とそれが人生の異なる段階において我々の振る舞いにどのように作用するかを解説した書を新たに2つ収録。ああ、解説書か。
Come on, radioactive tracer fluid, where are you? Radioactive tracer.ニューログラフィックグラフセッション、デイビッド・ムーン氏から当研究にご協力いただき改めてお礼申し上げます。2015年だ。スキャンはトロントにあるペイス研究所に行って実施予定ですが、曲がりの見ながらアクセスは少々変則的なものとなっております。土曜日にスキャンセッションを行えるように予定を調節してみます。ああ、土曜日だったかな、携帯の時間見たら。確定次第改めて連絡します。新しい処方箋、ドクター P エリンピーク、15年4月28日。ジャレットさん、頭痛の回数が減ったと聞いて何よりです。最新の検査結果はあなたがの脳が徐々に回復していることを示していますが、まだ損傷にどの程度順応できるかを判断することは早い状態です。出血は最低でも今後7ヶ月は続きますので、血液が脳を圧迫しないよう血液抜きをしに減圧ですね、2から3回ほど来院してください。過度なストレスは命に関わりますので、悪夢対策としてプラゾシンを処方しておきました。説明をよく読み、その通りに服用してください。睡眠をしっかりとるようにして、また来週お会いしましょう。この処方箋がメールで送られてくるんだ。ああ、脳に障害あるからかな。文書で残しておくのかな。事故は本当にあったんですね。ジェシー・グリモア書店、送信し忘れてる。やあジェシー、君は忘れているだろうから、明日は例の脳スキャンがあることを改めて連絡しておく。要するに僕は出勤しないってことだ。つまり君が時刻通りに出勤して店を開ける必要があるぞ。仕事の邪魔にはなりそうだから、仕事場の邪魔になりそうだから、カウンターの裏の荷物を解いておいてほしい。それに本はきちんと人目に入る本棚に置いた方がよく売れるからね。幸運を祈る。冗談じゃなく。サイモン、これ送る？送信しますか。はい。Better late than never. うん。これでいいかな。お。これはなんだ。これはテキスト読めないですね。早くの良くなってね、母より。カードですね。外国の人はこういうカードを送るようですね。あ、なんかついついインタラクトするのに A を押してしまいますが。これは彼女なのかジェシーなのか。これは流氷かな。どこ、場所、アメリカ、わかんない、アラスカの方。クライモはロビン・マコーネル。なんだこの名刺。ブック。ああ、こういう、なんかあれかな、SF 系のブックス、コミックス、ボードゲーム。ああ、割と、ギークっぽいアイテムの本を扱ってるのかな。これは雪の上に足を置いてるのかな。ヒント、オブジェクト回転する。おお。いろいろは触れんな。あ、引き出し。引き出しは掴みながら。お、
お？シネマバラエティ究極のムービーマガジン、ジャパニーメーション、盛り上がりは過去最高、スタント VSCGI、 ボトルムービーって、ボトルムービーってなんだろう、知らない。マッシブリコイル2 華麗なる処刑、12月13日劇場公開。はあ、他の雑誌見たいんだけど、これを、これどうすればいいんだ。戻しちゃう。まあいいか。ん？ダウンタウンの事故で若い女性、あ、死亡。トロント、あ、トロントだ。昨日、自身の子供に気を取られていた運転手が赤信号に進入し、ブロア通りとスパディナ街道の交差点で衝突事故を起こした。頑丈な SUV に乗車していた母子は共に打撲傷が見られたが、ほぼ無傷であった。だがもう一組は幸運に恵まれなかった。車両は助手席側に衝突したため、アシュリー・ホール23歳は重傷を負い、救急車の到着前に血液が肺にたまり窒息死した。彼女の友人である運転手サイモン・ジャレットは生存したものの、脳に永久損傷を残すと思われる複雑な外傷を負った。 SUV の運転手、なお警察は氏名を明かしていないは、事実上回避不可能な事故であったと主張している。ああ、そうなのか。一緒にいた恋人が事故に遭っちゃったのかな。うん、薬はないな。お、Summer's coming. Hope it's a good one. うん、夏が来るなって言ってるけど、お、これはゲームかな。マッシブリコイル、これさっきの映画だ。これ好きなんだな。ジョン・フーだってジョン・ウーだろう。ここにプレイヤーなのか XBOX なのか。ピザの箱とか置いとくなよ。あれ、下履いてない、ひょっとして。画面がちょっとカクカクするけど、あ、この引き出しとか開くのかな。しゃがめないのかな。あ、しゃがんだ。ここにはない。あれ、なんか植物枯れちゃってんな。あ、引き出し。お、フックド、ロビン・マコーネル。ああ、これなんか名刺のあれだな。マークとダイアナ・ミラーはやっと一息つくことができる。彼らは長い間話をしていた。ハワイ旅行に、家族を連れて行くためのお金をようやく貯め上げたのだ。しかし初日の太陽が沈むワイキキビーチ、遊泳者たちは波の下から伸び出した無数の細い糸に絡め取られ、マークとダイアナの永遠の楽園は悪夢に変わる。暗い水の中へゆっくりと、遊泳者たちは絶叫とともに引きずり込まれていく。この危機的状況から必死に逃れる中、夫妻の7歳の息子であるチャーリーが凶暴な巻きひげに捕まってしまう。サスペンスに満ち、神秘的、そして絶望的に恐ろしい。フックドはあなたを引きずり込むだろう。フックド、絡み取られたみたいな意味。ロビン・マコーネル、引っ掛けられたみたいな。
フックってそういうことのフックじゃないのか。薬を探してるんだぞ。開くな引き出し。うん、全然ない。お、ファストフード、ファストフードしかない。なんだこれ。ああ、これは出前のピザかな。ザ・ペイスト。ザ・ペイストってなんだ。ペーストなのかな。ゴミ箱。これは？あれ？なんかいっぱいあるけど。To Jimmy Jarrett。これでもテキスト読めないな。次。あ、電気ついた。To Do。Remind Less。自身にメールする。薬を取りに行く。葬式用の花束。薬を取りに行く。ピックアップメッツ。フラワーとん、フラワーフォーファフフネラル。ファネラル、葬式ってファネラルっていうの。全然わかんない。ちょっと待って、薬どこにあるんだろう。これちょっとオプション、ビデオで、ディスプレイ、垂直動機をオフにしてみるかな。はい、この方がいいようですね。薬ある。あ、冷蔵庫に入ってるとかないね。どうせあの瓶みたいなのに入ってるでしょ、薬って。あ、なんだ、アメリカの薬はね。トレーサー液か。ちょっと勘違いしてた。こういうのかもしれない。トレーサー液、違うな。あれ、そこのこれかな。トレーサー液、違うか。冷蔵庫に入ってるとは限らないな。なんだろうこれ。トレーサー液。ああ、かっこいいな。トレーサー、あ、ここにもなんかある。このスイッチは？あ、あっ、こうか。よいしょ。イエロー。ここか。これだ、これだろう。どうせ、シャワーでも浴びてみるか。先生を待たせたくない。ああ。これ、電気つけて。葬式用の花。これがトレーサー液か。There it is. RTOS。トレーサー液ってなんだ？ It feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny.味はコインをしゃぶってるみたい、ペニーをしゃぶってるみたいだって。嫌な感じだな。葬式用の花ってなんだろうな。メールは送ったし、
薬は飲んだから、葬式用の花ここで乾かしてんの、これ危ないな。葬式用の花、これなんだ、途中で買うのかな。葬式用の花束、ここにはないかもしれないな。ジェシー、応答。ジェシー。Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well, I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot.Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. It's a lie. Stinking awful lie. なんかこれ視線を向けてるとあの女の人嫌がった感じがしたんだけど、気のせいかな。あれ？ Hello? Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy. デビッド・ムンシ、スキャンだ。ポール、どこにいる？残り数時間だ。サイモン・ジャレットとも連絡は取れた。いよいよやるぞ。受付で君のノートパソコンを見かけた。もうここにいるのか。大至急電話しろ。え？荷物をまとめろ。ちょっと待って、今の5月2日4月27日今週ラボを使う件についてペイスと話してきた。明日の朝と金曜の、スキャンの予約を入れられたよ。大したものじゃないが、空いている受付エリアをオフィスとして使ってもいいそうだ。モデルを動かす研究所のコンピューターが使えるし、もし空きができたら僕が入ってすぐスキャナー装置を使える。明日は少しテストをしようと思う。お互いスキャンを取って装置について学ぼう。締め出された。4月30日、送信。今日はラボに暇ができた。だが残念ながら誰もコードを変更のことを僕に教えてくれなかった。それでセキュリティに電話して、さらにウェイ博士や僕らのプロジェクトの承認になってもらえるように説得して、ようやくラボの使用許可を再認可してくれる。ベースのホーム部主任と連絡が取れた。コードやメモや文章に書くのは禁止されてたけど、忘れた時のためメモか何か残しておくぞ。メモがあるのか。
お、これはトライアル&エラー。そのメスをしまって脳は事故で回復できるんだから。脳は補正と時に自己回復を可能にする驚きの変形的性質適応性があるのですと、トロントにあるヨーク大学で、ヨーク大学か、神経科学を専攻する大学院生ポールバーグは説明する。この資質こそがポールバーグと情報科学専攻の学生である彼の同僚デイビッド・ムーシが促進させたと考えているものだ。脳に正しく機能してもらうのが目的です。我々はそれをこういった単純なタスクで達成したい。運動セラピー、軽い薬物療治療だが、ムーシとバーグの奇跡の万能薬を探しているわけではない。目的は患者一人一人にとって最適な治療法を見つけることである。彼らはまず中島ニューログラフと呼ばれるものを記録する。方角を示す写真のようなものですとムーン氏は話す。脳の静止スキャンと違ってニューログラフは脳がどこに向かっているかを教えてくれます。長期予測ではなく数ミリの記録だが、適切なコンピューターモデルがあればバーグとムーン氏は実際の脳を傷つけるリスクを避けながら様々な治療を施すことができる。マラソンをさせながら脳に大量の鎮痛薬剤を、投与することだってできますとバーグは提案する。ただコンピューターモデルなんです。正しい方法を見つけるために数100万回も失敗することが可能です。そして最適な治療法を発見した時には初めて実際の患者に適用するのです。プロジェクトはまだ早期段階にあるのですが、すでにペイス研究所の注目を引きつけ、器具と作業場所の両方の提供を約束されている。このようなサポートを受けることができて我々非常に幸運ですとバーグ。この後は脚光を抜け出して作業のに取り掛かるだけ。二人ともヒゲだな。メモはないな。手に入っちゃ悪いだろうしな。メモか何か残しておくぞって言ったけど、メモがあるとは限らんか。開けてみようか。0451。This is the place, right? It must be. あ、発信。Let's just call Machi real quick. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Dr. Munchi? Can you hear me? Hello? ロビーにいるのかって書いてあるけど、Can't give up yet. なんかあるかな。
ん？なんか落ちているように見えるな。これ邪魔だな。なんか細い棒とかあればな。電話。じゃないのかな、わかんないな。これをここに、刺さない。ここにあった。見えない。ちょっと待って。2501。いたいた。え？ LT を押し続けると走る。サーバールームみたいな感じだな。何もインタラクトできないな。注射器があるぞ。Come in. Simon Jarrett, right? Oh, Dr. Munchie. Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. いいでしょう。あ、ドア開けっぱなしだった。All right.
let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? なんか視界が… This isn't funny! This place. How did I get here? なんだこれ。自動化済み。サービスコントロールからターミナルをアンロック。なんだこれ。宇宙服みたいな感じだな。サービスコンソール。オムニスーツに接続を。オムニスーツ？オムニスーツ？ん？オムニスーツが着れないんだけどな。チップインストーラー。カスタマイズツールと補助パーツ。ツールボックス。オムニスーツ着れないじゃないか。なんだ？オブジェクトを投げるには掴みながら LB をします。開いた。データバッファー。
It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Nanda. ホイルか。お。休憩室、展望タワー、水中トンネル、警備室、テックラボ。セーブはいつでもできるのかな。サービスステーション。これは？お？これはなんだ。うわ、なんか動いた。パソス。ペイソスか。あ？何これ。苦しい。Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Joe? Yeah, you do. So weird.Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. What? What? What だろうこれ。ん？なんか動いてる音がしてるけど。あれ一ついなくなったな。RB を押しながら LS、 ああ覗き込み。そんなのいるの。なんか聞こえるな。それじゃあダメってこと？そこは開けるなってことか。あ？
これは ここに行けばいいんだろうか。開かないな。あ、開かない。あ、こっちに道がある。オムニツールをかざす。オムニツールなんてないよ。暗いな。あ、あ、なんだ。あ、オムニツール 2.5。 あー、これを拾って松明インベントリー。オムニツールが入ってる。じゃあオムニツールを持っていけばいいのか。あ、黄色いチップみたいなのがいるのか。なんかに追いかけられてんのかな。黄色いチップ、あれ、最初にいたところにあのチップチップ出し入れみたいなのがあったような気がする。ん？なんかいるのかな？ここは？ここはロボットがいたところか。これ関係ないな。おお、ペーソス2。サービスコンソールアプシロン3 including pilot seat activated。 システム状況、ウプロシン
リモートアクセス拒否。オムニツール。ツールボックスを開く。ガイダンス。I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not going to happen. Don't get me wrong. I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do.You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really.My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. I know they told you that field technicians would get full access. ん？今度はオムニツールが、あれ？なんか捨てちゃったけど、どこ行っちゃった？これでいいのかな。黄色じゃなかった気がするんだけどな。道が分かんなくなったな。ここでいいのか。なんだかよく分かりませんが、はい。今回はここまでにしておきましょう。変わった感じですね。セーブして終了。はい。では、また次回ですね。そんじゃまた。